皆さんこんばんは、リサです。はい、というわけで、まあサムネとタイトルの通りなのですが、私関根リサ、10月19日に結婚いたしました。はい、普段ね報告するようなことがあんまりないんで、こういう動画は撮らないんですけど、さすがにちょっと大きい節目かなということで動画撮らせてもらってます。昨日ね動画をもうすでにご覧になっていて、知っている方もいると思うんですけど、お相手はJJ コンビのジョージさんなんですけど、まあ本当にコメント欄ですとか、私インスタに投稿したんですけど、そっちの方の反応を見ていると、いやまさかの独身を貫くと思っていたリサさんが結婚とか、なんかちょっと寂しい気がするとか、まあなんか意外だったよっていう反応もあれば、あ、そうだと思ってましたっていう反応も半々ぐらいなのかなっていう感じはしてるんですけど、まあ言うて私もね、わあまさか令和2年に自分が結婚するなーっていうのは本当に1日前まで思ってなかったっていうぐらい、そんな感じなんですよね。私は自分の方のチャンネルはね、関根リサっていうことで今まで通りやっていきたいので、実はお相手の方とは軍曹と歩兵チャンネルっていうチャンネルを作ったので、まあなんかそういう内容のことはこっちで上げていきたくて、まあメインの方でなので、相手の方が出てきてなんかどうこうっていうのはするつもり全然ないんですけど、まあなんかでね、機会があればもしかしたらあるかもしれないですけど、基本的には個々のチャンネルは変わらずっていう形でやっていこうと思ってます。あんなにね自由を謳歌して、犬も飼ってて一人暮らし最高っていうリサさんがなんで結婚したのかっていうのはね、結構なんか見てたら多かったので、まあなんかそんなことをちらっとお話ししていければなーなんて思っております。まあ大きいポイントは3つあります。まず1つ目、まあ一般的なこう夫婦の形とはちょっと違う、大きく違うんじゃないのかなっていう点なんですけど、今普段チャンネル撮ってるのは私の家で、であっちはあっちでお家があるんですけど、基本的に特に一緒に住むっていう予定はなくて、まあ生活はここでそのままでいいかなっていう風に話してたんで、まあ結婚してコメント見てたらね、私のこうの家に来るのかとか、新しくこう一緒に住むんじゃないかみたいなのがあったんですけど、特になんかそういうのは今のところ考えてないです。まあ私みたいに荷物が爆発的に多いストック女は、多分2人で住むにはこの家はめちゃくちゃ狭いし、なかなかねそういう物件がないっていうのもあるところではあるんですけど、特にこのままでいいんじゃない、とりあえずっていう形なので、まあ別居みたいな感じですね。それぞれお家があるっていう形で、しばらく行こうかなと思ってます。まあまたね、子供がいるよとかそういうことだったら、まあちょっと話は変わってくるかなと思うんですけど、特にそういうわけでもないんで、別に仲はいいんですけど住まいは別々でいいかなっていうことで、そこが結構私的にはポイントだったところもあります。結構お互いそれぞれが一人の時間結構大事だったりとか、私もなんかすごい、まあ、YouTube ってすごい変わったお仕事の一つで、やっぱりなんかこう深夜でも動画撮りたいなって思ったりとか、なんかこう決まった時間でこう行って、仕事に行って帰ってきてとか、そういう仕事じゃないんで、深夜帯での活動とかもあったりすると、人と暮らすのには向いてないなっていうふうには昔から思ってたんで、なんかこう定時で出かけて帰ってくるみたいなお仕事の男性とはきっと合わないだろうなとか、やっぱそういうふうにしなきゃいけないってなったら多分無理だから、人と住むのは無理だし別に結婚したくないなって思ってたんですけど、まあ今後どうなるか分かんないですけど、とりあえず別々で住んでていいんじゃないって思ってくれる人だったんで、私のライフスタイルを分かってくれる人だったんで、まあいいんじゃないかなって思えた一つですね。で2つ目は、今日この動画を上げる同時のタイミングで軍曹と歩兵チャンネル1本目の動画が上がってるんでね、そちらの方を見ていただければわかるかと思いますし、あとは昨日のね JJ の方で上がった動画を見ていただいた方はわかると思うんですけど、なんか中でねサプライズのシーンがあるんですけど、いや本当にサプライズのシーンの感動が薄くてごめんなさいって感じだったんですけど、本当に多分普段私のチャンネルを見てくれてる方のイメージと、普段のそのカメラが回ってるか分かってない時の雰囲気と、JJ の方で2人で並んで喋ってる時のなんかトーンが一緒だなっていうのは私は自分で見てても思ったし、なんかそういう風に言われたりもしたんですけど、
なんか恋愛ってなるとどんだけ頭いい人とかでもやっぱりなんかちょっとバカになるというか、冷静でいられなくなったりとか、なんかこの人に嫌われたら嫌だなとか思ってること言えなかったりとか、なんかそういう風にやっぱりなっちゃうもんだと思うんですよ。なんか恋愛ってそういう人がバカになっちゃうものだなと思うんですけど、なんかそういうのなくなんか過ごせる相手だからいいかなって思ったっていうのもあります。男女のそういうので疲れるのが一番メンタルにくるじゃん。だからそういうのは私はもういいかなっていう感じなので、素の普通の私でいつでもいられる、何でもこう言えるし、普段のこの素の感じでずっといられるっていうのが、まあそうそうそういう相手って見つかるもんでもないと思うんですよね。まあなんかこの人と言うと気が楽だなと思っても、それがなんか何でも言えるっていうわけではなかったりとか、やっぱり心のどこかでなんかこれいたら嫌われるかなとかって思うもんだと思うんですけど、まあそういうのがなかったっていうのが、まあなんか本当に普段のトーンで入れるので、この人だったら仲く一緒に入れるんじゃないかなって思ったっていうのが2つ目です。はい。でまああとはまあ私の性格みたいなところがあるんですけど、まあ別に私は結婚しなくても別にいいかなって思ってたし、するとしてもまあみんなが思ってたみたいに、まあなんか将来できたらいいかな、ふんわりみたいな感じで考えてたんですけど、結婚しようって言ってくれる人がいて、でなんかこう自分が何かを制限したりとか変えたりしなくていいんだったら、じゃあなんか結婚してみてもいいんじゃないのかなっていう風に思ったっていうのが理由の一つですかね。まあなんか人生っていろいろ節目節目があって、何か新しく挑戦したりとか、こう環境が変わった時とかっていいことだけじゃなくて悪いこととか、まあなんか大変だったりっていうこともあると思うんですけど、なんかそういう新しい挑戦、なんか結婚のこと挑戦っていうのはまあどうなのかわかんないですけど、今まで私が経験してきたことなかったことをすることで、まあなんか新しい風が吹いてまた楽しいこともいろいろあったりとか、大変なこともあるかもしれないですけど、なんかそういう風な形でなんかこういろいろね変わってきたら楽しいんじゃないかなって純粋に思ったっていうのはあります。やっぱりなんかこの年齢になるとっていうのはあれなんですけど、だんだんこう結婚っていうものをこう深く考えるというか、まあ深く考えなきゃいけないんですけど、なんかこう相手はそれなりのなんか会社に勤めてて、それなりの収入があって、性格はこうでこうでこうでとかってなんかこう考えすぎちゃうというか、考えすぎるとなんかだんだん難しくなってきちゃうかなと思ったんで、私はなんかあっちの年収とかも知らないし、なんか多分知らないことたくさんあるんですけど、なんかそういうの抜きにして、まあ直感でこれもある種のチャンスかなと思ったんで、まあ結婚してみてどういうことが起こるのか、こういうことが良かった、こういうのは大変だったよ、まあそういうのがこう分かってきたらまたいいんじゃないかなって思ったっていうのはありますね。まあ結婚を正直レビューしていこうみたいな、なんかそんな感じですかね。なんか私的な言葉で言うとそんな感じです。以上3点ですね。私のかなり変わったライフスタイルも受け入れてくれる。その2、何でも言えるし、いつでも素でいれる。恋愛でバカにならない相手。3、結婚っていう新たなステージに挑戦してみたらどうなるのか知りたかったっていう、以上の3点ですかね。はい、そんな感じです。そう、あ、ちなみにこれ最初に言おうと思ってたんだけど忘れてた。ちなみになんですけど、昔私がね、好きなことで生きていくのキャンペーンをやってた年ぐらいにまあ出会って、その時1年ぐらいかな付き合ってたんですけど、その後別れちゃって、まあでも別れてからは別にまた別れてを付き合ってを繰り返してみたいな感じはないの。ジャスティン・ビーバーとセレナ・ゴメスみたいにそういうのなくて、普通になんかでもコミュニティが近いから、まあなんか飲み会いたらいたりとか、まあ事務所が一緒だったからなんかそういうので会ったりとかは全然あったんですけど、まあなんかここ最近っていうか、まあちょいちょい仲良くなって、まあご飯とか行くようになって、まあ今日に至るっていう感じかな。コミュニティが一緒なのもあったし、ずっとこう私の人生にもう4年近くになりますが登場してくる人だったし、まあなんかタイミングというか時空を超えて、まあなんか一緒にいてみてもいいのかなって思ったっていうような感じなんで、あえてだから別にまた付き合ったっていう期間は本当になく、
復縁交際ゼロ日婚っていうのか復活交際ゼロ日婚っていうのか、まあそんな感じだったんで、そうだから記念日がなくて、記念日がないけど入籍日どないみたいな話になって、記念日っていうのをすごいググったの、世の中的な。そしたらねびっくりした、毎日何かの記念日があるの。いちごの日とか納税について考える日とか、なんかいろんな日があるんだけど、なんか2人まあ旅行好きだから海外旅行の日とかにして、じゃあ毎年なんか結婚記念日は海外旅行に行こうみたいな、そういうイベントと関連付けたらなんか忘れないし、なんかいいんじゃないみたいな感じでその日にすることにしたんですよね。まあ皆さんが思い描くようなキャピキャピさは全くと言っていいほどないと思いますし、一緒に暮らしてるわけじゃないっていうところで、まあなんか普通の夫婦っぽくはないのかもしれないんですけど、まあまあ別にこういう形もあるんだなって私自身も思うし、あそうなんだって思ってくれたらいいなと思ってます。はい、ということで、まあなんか話長くなったし、なんかちょっとまとまったのかまとまってないのかわかんないんですけど、まあなんかそんな感じです。まあ次の動画からは普通の通常の運転に切り替えていくので、もし見たいなと思った方は群保への方ですとかを見ていただけたら嬉しいです。独身貴族は卒業しましたけども、今後も経済を回して頑張っていこうと思ってます。はい、というわけで今日の動画はこんなご報告の動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。